Yeah.
ないですけど、バカ集まってますか、集まってますか、バカでバカじゃねえよ。知らないし僕も誰も知らない、言えない言えない僕はバリコリバリコリ避けてたよ、言えない言えない僕は僕を分からないまま避けるあんたあんた、写真にもバカに気づくとはいつか終わりが来る世界だ、いつか次の世界だって君と言いたい言いたい言いたい、してもいいからいろんな気を求めてせよな、ガッ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 
Bye.
私たちにとって大切な曲です。聴いてください。ディスコード。
言われることがすごく多くって、で今までのグループとかでもあなたが一番できるねとか、あなたがいないとこのグループ無理だね、じゃあ解散しよっかみたいな、なんかそういうことがいろいろあって、すごくそれが辛くて嫌で重荷で、それで年齢的にもまあこれで最後かなって思って息切れしながら加入した OMG だったんですけれど、OMG という場所には空気がたくさんありました。初めて背中を任せられるメンバーができて、未来のことを考える余裕もできて、 OMG の未来のためだったら私はどうなってもいいって、そういう風に思えるようになりました。これまでがそうだったように、これからも OMG はたくさん笑って、たくさん泣いて、たくさんの愛をラバーたちと一緒にこれから人生の一部にしていくと思います。そこに私も一緒にいれること、すごくすごく嬉しく思います。今日は全員たくさんたくさんたくさん笑ってお家に帰りましょう。今日は本当にありがとうございます。はじめましての
方もいると思うんですけど、ピンク担当の小春です。今日はシャングリラ会いに来てくれて本当にありがとうございます。私は今までアイドルというものをやっていなくて、3年間歌い手活動をネットで歌を歌うのをしてたんですけれども、去年の夏に初めて OMG のライブを見に行って、それまで本当にアイドルにも興味なかったし、身近なアイドルを見たことがなかったので初めて見に行ったんですけど、アイドルって可愛い服を着て可愛い歌を歌ってるだけじゃないんだって本当に思って、OMG のライブはすごい魂がこもってて、私は本当にあのライブを感動して見てました。それで彼女らがどんなステージに立ってどんな景色を見てどんな気持ちになっているのかっていうのを私も一緒になって感じてみたいなっていうふうに思って OMG に入る決断をしました。 OMG に入ってからの半年間は本当に毎日が挑戦の連続で、私はダンスも未経験で、本当にみんなは上手いんだけど、私は今まで保健の授業ですか、体育の授業ですか、やったことがなくて本当に分からなかったんですけど、みんなが根気強く丁寧に教えてくれて、私もその気持ちに応えようと思って自主練を始めて、それでもやっぱりうまくいかなくて、悔しいことも悲しいこともなんで伝わらないんだろうって思うこともたくさんあったんですけど、それでもそれが私のこのステージに立つ生きがいで、今後もずっとずっとここにいたいっていう理由になりました。アイドルも初めてで、グループ活動もダンスも全部が初めてなんですけど、そんな私をメンバーはずっと見捨てずに信じてついてきてくれました。私はここにいる最高のメンバーと、ここにいる最高のラバーたちと、 OMG の大好きな曲を全部連れてもっともっと大きいステージに立ちたいと思います。これからもたくさん応援してくれたら嬉しいです。みんなでもっともっと最高の景色を見に行くぞはい、こんにちは。こんにちは。別にコール&レスポンス今求めてないんですけど青色担当のウニです。はい、ありがとうございます。はい、ここまで、OMG の初期面としてここまで立ってきて、その知ってる方の方が多いと思うんですけど、ウニがその音楽をやる理由、ステージを立つ理由は、復讐心と憎しみと報われなかった自分の過去を清算したくて、ずっとこの場所で音楽をやっているんですけれども、その5人になって、めちゃくちゃウニって後ろ向きな人間だし、ネガティブだし、解消なしなんですけれども、闇ばっか見て復讐心とか絶対にあいつ殺すぞって気持ちでやってるけど、この5人になってから、この他の4人がウニには持てないようなめちゃくちゃ綺麗な光を持っていて、でウニがいや、あいつ絶対に殺してやるからっていう気持ちでやってたとしても、この人たちがウニには掴めないような光を掴んで、後ろ向きなウニをこう引っ張って光の方へ持ってってくれる、そういうメンバーです。そしてなんか忘れそうになるような希望とか、もしかしたらこんな未来に行けるかもなっていう幸せな想像をさせてくれるのが、この今いるこの最高の4人です。そして最高な俺だからこそ、俺の持つ闇とこのメンバーが持っている光で、絶対にここにいる全員を絶対に幸せにします。幸せにするし、最高の音楽するし、誰にも文句言わせないような未来絶対に連れていくんで、ここにいる全員絶対に俺の向かう未来に絶対についてきてください。よろしくお願いします。今日楽しみましょう。はい、紫担当衆です。私はちょっと喋るのがまとめるのが苦手なんで、ちょっと優しく見守ってほしいんですけど、私は、去年の1月にアイドル活動をね始めました。初めて今はそう歌ったりとか踊ったりとか、キラキラした環境にね立たせていただいてるんですけど、昔はあて泣かないね昔は、太ってたし、
全然可愛くなくて、すごいあのブスだとかデブだとかそんなこと言われて辛い過去もありました。でもそんな時に可愛いアイドルをその時代に見つけて、自分ももう人生もったいないなって、変わりたいなって、可愛くなりたいなって思って、そっからたくさんたくさん努力をしてきました。そんな、私に変わる努力をもらったアイドルに、今私がこの立場もうアイドルになってて、今度はみんなに勇気だとか元気だとかをこの OMG の最強の曲でたくさんたくさん伝えていきたいと、一個の一つ一つのライブで伝えていきたいって思いながら毎回一生懸命ステージに立っています。今までは一人で努力してきたんですけど、私をね成長させてくれるこんなたくさん最高のメンバーと、こんなに遠くまでねたくさん集まってくれたラバーと、もっともっとたくさん、もっともっとのラバーを増やして、 OMG の曲をいっぱい広げて上へと目指して頑張っていきたいと思います。なので絶対に幸せな景色を見せるので、これからも OMG を捨てないで一生懸命みんなでついてきてくれたら嬉しいです。はい、 OMG の赤色担当さきです。改めて今日は下北沢シャングリラツアーファイナル来てくれて本当にありがとうございます。このツアーは、今年の1月から始まって、すごい長い時間一緒にこういろんなところを回ってきたんですけど、このツアーで私たち OMG はいろんなことが本当にあって、たくさん迷ったし、いろんな壁に本当にぶつかってきました。でも今日ここでファイナルを無事に迎えることができているのは、いつも支えてくれるスタッフの皆様、関係者の皆様、そして何よりいつもたくさんの愛をくれるラバーたちがいてくれるおかげです。今日ここ私たち OMG のツアーファイナルに来ることを選んでくれて本当にありがとうございます。私たち OMG に出会ってくれて本当にありがとうございます。たくさんたくさん愛してくれて本当にありがとうございます。これから先 OMG はめちゃくちゃでかい未来に向かって、夢に向かって全力で走っていくけど、今日今目の前にこうしていてくれるラバーたち、あなたたち誰一人のこと置いていかないし、絶対全員連れて最高な景色を必ず見せるって約束するから、これからも私たち OMG を信じてついてきてくれたら嬉しいです。下北沢シャングリラ、まだまだいけますか？もっといけますか？この曲とともに私たち OMG の新しい未来へ、聴いてください、ベロニカ。僕ら駆け出した足は傷だらけでいたいよ。当てのない旅路は楽しいだけじゃないけど、早く早く敵変わるんだ。3年しゃがって強し我々自転車を倒せばいバレバレ、生まれたけどメッシュを Pick up メディアを全員ホリプレイヤーブリアン、あの未来と呼んでいて次第に今だって、消えないで夢の続きを、眠く時を待って
Thank you.
下北沢シャングリララストこの曲で一つになっていきましょう。聴いてください、オーバードライブ。Thank you.
パソコン頑張れ。焦んな。いいよ、重大発表。おい、ダメダメ。ダメダメ。おい、それだ。おい、じゃ重大発表した方がいいだろ。むしろしないと。もう一回最初からやろうぜ。ああ、それだ。Thank you.
出して口頭でいいんじゃないかな。いよいよね、まあ、今それですね。そうね、スタッフでもいいと思う。いやいや、メンバーの方。メンバーの方が、まあ。おお。はい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 。
ゃん。上がりきってないですけど、ということで、今なんと3つ大事なことが発表されまして、なんと私たち OMG 定期公演開催されます。活動してから1年経ったんですけど、こういう、ね、なんか決まったその定期ライブみたいなのやったことなくてですね、この例を機会にもっともっとラバーの輪を広げて、もっともっとでっけえ OMG にしていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。そしてなんと新ビジュアルが公開されました。裏でみんなのリアクション聞こえててんな、めっちゃ聞こえたね。おもろかった。ありがとうございますね、ほんとに。はい、でそしてなんと私たち OMG 台湾遠征決定しました。ラニーニャン。もう私たちはね、でっけえ席やってて、でっけえ世界に飛び出したいというこの願いがずっとありまして、台湾その第一歩ですね、本当に。ぜひみんな今日来てくれてるみんな、本当に台湾一緒に行きましょう。よろしくお願いします。ワールドクラス OMG。 そして最後になんとディスコードのミュージックビデオが公開されました。水着ね、あのね、突然ね、まさかのあの流れからの急に水着の、怖いですよね。急に計画見せられるんからね。感想全部私の水着だったら何だったんだろう、あれ。夢かな。夢かも。まさかの初水着がディスコードのミュージックビデオ。はい、この後 YouTube に公開されますので、ライブ終わって帰り道だったりとか、もうとにかくたくさん見て愛してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、まだまだ歌って踊って最高に熱くなりたいんですけど、ぐっちゃぐちゃになるちょっと前にみんなで写真撮りましょう。一旦ちょ、ここの後絶対ぐちゃぐちゃになるから、みんな、うん、そうだ、ね、めちゃくちゃになっちゃうから一回写真、うん、あの端っこの方まで映るかは分からんからさ、この前の方の端の人とかこうキュッとなってもらって、いけますか。いいですね。いいですわよ。仲良しでいいね。映りたくない人はこういう感じでね、こういう感じで隠してくる、こういう感じで。あ、もうウニと同じことやっちゃった。ボケかぶんなよ。やめてじゃあこの、ポーズは、ちょっと待って、ポーズは OMG のポーズがこういうジーザスポーズがありますので、みんなこれをやってくれたら嬉しいです。はい、じゃあ写真のコールは小春ちゃんにお願いしよっから。小春、はい、じゃあ皆さんお手手を合わせて、お手手を合わせて、はい、チーズ。OK ですか？もう一回、もう一回じゃあ、いきますよ。はい、じゃあ、お手を拝借。終わっちゃう。何？はい、せーの。はい、チーズ。確かに。あ、チーズ。それな。ちょっと待った。次の時は、次はジーザスかな。次はジーザスかな。はい。ということでね、まだまだライブは続くんですけれども、お前らまだまだ満足してないよな。あ、声聞かせてください。男、女、どっちでもあってどっちでもない。関係者、ありがとう。はい、まずね、今この場にいる全員の声、拳、そしてこの魂使って、この下北沢シャングリラ、一緒にぶっ壊そうぜー。
き合おうぜ、助け合ってやろうぜ、どうしよう、ハローハロー世界はずっと僕がいなくても暮らせるような、神様僕から愛とからまだまだ足りない、ハローハロー未来はどうも愛と助けとは、神様みんな僕ら誰もが一人で、誰もきっと言ってないんだよ、取り返しのつかないで生きてきた、恐れ
ありがとう。今日は本当に本当にありがとうございました。ラストはこの曲で、私たち OMG にとってとても大切な曲です。またライブハウスで会いましょう。
以上、私たちが OMG でした。ありがとうございました。Yeah.